皆さんこんばんは、アンナ美意識チャンネルのアンナです。今日はコスプレなんですけど、ちょっとネットで可愛いやつを見つけたので紹介したいと思います。なんかコスプレって言ってもなんか下着みたいな感じなんですけど、これでなんかセーラー服の下着みたいな感じですね。すごい可愛くないですか？こんな感じです。なんかコスプレ用だからかわかんないんですけど、なんかあんまり漏れるとかそういう感じではなくて、結構ペラペラな感じです。パッドが中に1枚入っててって感じですね。もうすごいデザインが可愛くて、ちょっと一目惚れしちゃいました。そんな感じです。で、下に靴下とかもちゃんとついてたので、これもちゃんと履いて全体的にどんな感じになるのか、ちょっと着替えてこようと思います。はい、ちょっと着替えてみたんですけど、なんかやっぱりちょっと下着としてはちゃんとしてないので、結構漏れはしないんですけど、ちょっとゆるゆるすぎてちょっといろいろ心配ですね。でもすごいデザインすごい可愛くないですか？ヒラヒラしてたり、ちゃんとこのセーラー服の襟の部分みたいなのがついてて、すごい可愛いです。後ろこんな感じで、なんかホックが一つしかなくて、本当にここもゆるゆるなので結構不安定です。すごい恥ずかしいで、下なんですけど、こんな感じで下が見えちゃった。スカートみたいな感じで、ここがヒラヒラしててって感じなんですけど、ここにリボンがついてて可愛いです。上にも下にも大きいリボンがついてるので、すごい女の子っぽいですね。後ろがこんな感じで、白のこのフルバッグなんですけど、ちょっとちっちゃめですね。こんな感じです。で、ちゃんとソックスも履いてみたので、全体的にこんな感じですね。セーラー服が本当にちっちゃくなりましたみたいな感じですね。なんかすごいセクシーすぎて結構びっくりしました。似合ってますかね？すごいここが結構心配なんですけど、デザインがすごいですね。なんかコスプレって感じがすごい可愛いです。よかったら皆さんも可愛いなと思ったらネットとかで探してみてください。また可愛いやつがあったらご紹介したいと思います。終わりです。